いですか。はいはい、皆さん前の卓球の動画見たと思うけど、開催の団長決めよう、決めましたね。僕はあれ見て思ったけど、俺団長取れるんじゃねっつって、まあ、取れたとしても、まあ、リョッキーは取ったなって思ったんですよ。そしたらリョッキーって誰ってものすごい方がいて、めちゃくちゃへこむって。なるほど、僕だったらなおさら、ハマちゃんもその味、そういうね、リョッキーさんと同じ靴を味わうことになった。やったとしても、やったとしても別にいいんだけど、負けたもやらないそうなんですか、卓球やらないと思って一応若いのは卓球取り来てるの、うん、助っ人でハッフルの団長さんを見に来てます。ハノコさんですね。ハノコさん、ハノコさん緑の人間の状態ですね。中の人ですね。よう忍んでるんですよ。まあでも花子さんだって。花子さん、花子さん、あ、すいません失礼しました。ただ動画上げたねえから何のこと関連に何もないから身内ネタですね。こんな感じでやりたいと思います。じゃあ、行きましょう。はい、じゃあ第1回戦、はい、1回戦はい、1回戦、団長対パクシー。はい、あー、いやっさーそうですね、いきます。はい、おっ、あー、ポイント、さっさと決めるか。決めたー。おお、団長追い抜いた。2対1。まくらってる。合ってる、2対1。2対2です。はい、2対2。2対2でしょ。はい、2対2。行きます。おお、ここはネットインする。3対2。さあ、デブメガネ、物を卒業できるのか。肩が疲れそうだ。たけし、あたけ、たけしはへいちゃんに呼ばれて森に来ていました。だけど待ち合わせ場所には誰もいません。そこでたけしは森の中を探すことにしました。見ろよ、デブメガネ無能が来たぜ。あざ笑うひちゃんたち。ピンポン玉でも当てて遊ぶか。いいっすねそれ、ハハハ。あざ笑うひちゃんたち。早く当てたいな。ひちゃんさん、ひちゃんさん、たけしが来ましたよ。よっしゃ、ワッフル当てろ。待ってました。そこへのこのこやってきたたけし。いや、お前誰やねん。もうひーちゃんさんたちどこだよ。あれ、何あれ、たけし当てゲーム、何それ、何、俺何か。あ、1回戦200円、結構高いな。でも何されるんだろう。たけしはドキドキムラムラしながら進みます。やっぱりたけしはすごいっすよね。え、何の話、好きあり。たけしはなんだか嬉しそう。やっぱひーちゃんさんの言った通りっすね。何何何の話、好きあり。めっちゃ笑ってんな。そろそろ終わるか。そうっすね。え、何、もう終わり、終わりじゃないよね。まだ当ててくれるよね。ねえ、終わりじゃないよね。もう終わるか。つきあり。ここ最近で一番の笑顔でしたね。そうだな、めっちゃ笑ってたな。すべてはあいつの笑顔のためさ。ひーちゃんさん。